皆さんこんにちは、ドイツの女性医師うさぎです。私は日本の国立大学部を卒業後、東京大学医学部附属病院で研修医、2018年にドイツの正式な医師免許を取得して現在婦人科医として働いています。今日はかつての私のように海外で活躍したいと思っている日本の医学生、医療系学生に向けて医学部での座席選びについて解説します。もちろん医学に限らず、一般的な学生の方、社会人の方にも明日から役立つ内容となっています。結論から言うと、私の経験から大学医学部で絶対に座るべき座席は一番前の中央と断言できます。社会人の方とかね、セミナーとかいろいろあるんですけど、その場合も同様です。一番前の列の中央じゃないとダメです。二番じゃダメなんですか？ダメです。一列目の端っこじゃダメなんですか？ダメです。一番前のど真ん中じゃなきゃ効果がないんです。私は医学生の6年間特別な座席指定があった場合を除いて、本当に全ての講義で最前列中央に座りました。海外で医師になるためにいろいろチャレンジしてきたけど、今日こうやってドイツで医師になれたこと、嫌なことがあっても心を壊さずに臨床で働き続けられているのは、大学6年間1回も欠かさず最前列中央に座り続けたことが大きいなと思っています。あなたが今すぐ大学の授業で最前列中央に座るべき理由を今から3つご紹介します。1. 認知度の向上とコネクション形成。まず最前列中央に座ることで医学部内での認知度を簡単に上げることができます。アイドルのコンサートで前列にいるとアイドルに認知されやすいのと同じで、授業中最前列で目につく位置にいることで教授や准教授、講師、その他上級医の先生方からも認知されやすくなります。人の脳は見慣れたものに好感を抱くようにできているので、講義や実習後の飲み会等で授業を行った教授はじめ上級医たちとお話しした時に、海外留学の斡旋や推薦状といった特典をいただける可能性がぐーんと上がります。こちらの動画で、学生や研修医はいろいろな診療科の飲み会に顔を出した方がいいよという話をしましたが、飲み会だけだとね、特に女の子は誘えば飲み会についてくる軽い人というイメージにもなりかねないので、昼間の授業の際に真剣に勉学に取り組む優等生のイメージをアピールしておくことも重要です。2列目や同じ1列目でも端っこはダメです。あなた自身も講義室でプレゼンをしていただくと分かりますが、どんなに授業に慣れている先生でもそれなりに緊張はしているので、1列目真ん中あたりに座っていた学生 2,3 人の顔しか覚えられないです。そして毎回毎回全ての授業で一番前のど真ん中に座っているということが重要です。認知度が上がるだけじゃなくて、あなたのポジティブなイメージも上げやすくなります。一番前の中央で聞いているということだけですでにポジティブなイメージがつきますが、ここでもう一押し質問しましょう。1列目中央に座っていることで、授業が終わった後、ね、顔と顔がもう向き合っているので、あ、先生これちょっと聞いていいですかみたいな感じで自然に質問しやすくなります。2列目以降に座ってしまうと、授業を終えた講師のところに数メーター、後ろの席の方だったらね、十数メーター後ろからわざわざ歩いて行って近寄る必要があります。ちょっと心理的障壁高いですよね。そしてここで重要なのは、質問することそれ自体に意味があるということです。あなたが授業でわからなかったことを尋ねて疑問を解消したり、知識の幅を広げることはもちろん重要ですが、それよりもはるかに重要なのは、あなたが授業を行った教授や講師に質問したことそれ自体です。この学生は自分の講義に真剣に取り組んでいる、他とは違う、質問の内容やあなたの話し方によってはね、こいつはただものじゃないという印象を与えることもできます。これは非常に重要なコネクションの形成につながります。どんな大学の医学部でも成績一番になるのが至難の業ですが、一番前の一番中央にただ座るのは誰でもできます。医学生は親御さんや本人が社会的に成功していることも珍しくなくて、私は普通の専業主婦サラリーマン家庭、進学校ではない高校出身で、なんなら大学も1回中退しているし、何かねスポーツが飛び抜けてできて成績を残しましたっていうこともないし、これといったバックグラウンドやコネスキルがない中で、どうすれば自分に特別感、希少価値が作れるのか考え抜いた結果、出した答えが6年間全ての講義において最前列の中央に座るでした。日本人学生は最前列、しかもその中央に座ることはほぼ全ての人が避けるので、この方法は意外性があって有効だったと思います。ちなみにドイツの医学生やお医者さん向けのセミナーに参加すると、同じことをね考えている人が多いせいか、最前列中央の席は取れないことが多いです。2、自己規律の強化。次に自分を追い込むためです。人はどうしても怠けがちになりますが、最前列中央に座るという単純な行動はその傾向を、ね、打破するのに超役立ちます。私の好きな言葉で経営コンサルタントの大前健一さんの言葉を読み上げると、人間が変わる方法は3つしかない。1つは時間配分を変える、2番目は住む場所を変える、3番目は付き合う人を変える。この3つの要素でしか人間は変わらない。最も無意味なのは決意を新たにすることだ、という言葉があります。この2番目のね、住む場所、ひいては環境
すっごく人間の行動に影響を与えています。大学の授業で最前列の中央に座り続けることによってあなたは確実に変わります。教授の目が届く位置にいるためノートを取ることはもちろんですが、いつ質問されるかわからないという緊張感が維持されて集中力を途切れさせることなく授業に臨むことができます。この習慣は知識の吸収率を最大限に引き上げて試験前の勉強時間を大幅に削減することにもつながります。もちろんね、正直言うとこんなひどい授業で教授給料もらうなやと悪態をね思わずつきたくなるような質の悪い講義も大学にはたくさんありますよね。それでもね、大学の授業を集中して聞きノートまとめを授業中に完成させてしまうだけで放課後や試験前にほとんど勉強しなくても私は常に約100人の医学生トップ5位から10位には入っていました。授業は侮れないです。あと特にね、海外で医師になりたい人だったら医学部の授業を怠けると後々必ず後悔します。大学入試イコール最終学歴でありゴール的な意味合いが強い日本、東アジア圏と違ってドイツやアメリカなど欧米ではね、大学に入ってからが本当の勉強のスタートであることが少なくありません。あなたのライバルの医学生たちは医学部の勉強をあなたが大学入試に注いだのと同じかそれ以上の熱量で必死に頑張っています。日本の医学部ではね、もう本当に心を病んでしまうとか犯罪に手を染めるとかねしない限りは全員お医者さんになれるので赤点さえ取らなければ OK、 部活や恋愛など青春に生きよう的な流れの方がメインストリームですが、海外、まあ欧米、特にね国家試験でとんでもない高得点が必要なアメリカに行きたいなら日本の医学部の授業をただ座っているだけ、赤点でもいい、試験前に一夜漬けでいいという考えは危険です。授業を毎日全集中でね受けることで医学知識の基礎学力を底上げしておくということは絶対重要です。3、体制の育成。最後のメリットが悪口への体制がつくという点です。人は目立てば必ず嫌われます。目立つ位置にいることで批判の対象になりやすくなりますが、それはある種の体制を育むいい機会でもあります。どんなに聖人君子のような立派な人間でも一定の割合で嫌われるものですが、目立つことによってその割合が微増してしまうことを恐れるべきではありません。私はね、6年間で1回もまともに会話したことすらないのに私のことを嫌い、悪口を言って教授に媚びを売っている、あそこまでして海外に行きたいのかなと陰口を叩いていた同級生が何人もいます。日本ではね、目立つことは良くない、前に出ること、出しゃばることは良くないっていう、まあ、同調圧力的な風潮もあるので、講義をね、毎回欠かさず最前列中央で聞き続ける教授や上級医の先生たちにガンガン質問して自分の顔を売りまくるっていうね、そんな悪目立ちするようなことをして友達が減ってしまわないか心配という方もいると思います。でもちょっと考えてみてください。目立つことで得られる知識、教授や上級医とのコネクション、そこから生まれる海外留学や推薦状をいただく機会はあなたのクラス内でのアンチが増えることや友達が少し減ることよりもはるかに価値があるはずです。そしてね、本当の友達だったらあなたを支えてくれるはずです。一緒になって陰口を言ったり足を引っ張ってくるような友達だったら本当に友達なのかどうかちょっと考え直した方がいいかもしれません。まとめ、6年間毎日全ての授業で最前列中央に座ることはコネも金もスキルもない私にとって希少価値、特別感を生み出し成功への道を切り開く重要な戦略でした。医学部生の皆さん、大学生、社会人の皆さんも明日からでもね実践できるこの小さな行動が将来大きなね差を生むことを忘れないでください。毎日全ての授業で最前列中央に座ること、これが成功への第一歩です。このチャンネルでは日本生まれ日本育ち日本の医学部卒業の普通の女性医師がドイツで働いている体験な今日みたいな泥臭い成功方法、海外で医師になったらどんな毎日が待っているのか週1回定期投稿で楽しく配信しています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。チュース。